何してんだろう。あ、すごい風、ここ。これたまにあるよね、こういうところ。いや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 。楽しそう。アトラクションやな。アトラクションやな。パリで無料のアトラクションがいっぱいあるんで楽しいですよ。大半の人はあれ好きじゃないと思うけど。あんま言い方が好きじゃないよな。さあ、今日は何にしに来ましたか、やつちゃん。なんとマルシェに。やっとマルシェ行く行く言うて。行く行く詐欺すごいよ。でもなんかビオのマルシェ。そうそうそう。って言うてる間に出てきました。これです。そうなの。おお。普段も美容師さんはマルシェ行くけど、このマルシェは結構久々に来るわ。有名なマルシェ。有名やと思うで、その美容マルシェ、そのオーガニックのマルシェやから。昔友達とね一緒に住んでた時に、その友達が料理人やってさ、でここに行ってたのを思い出した。料理人の人はここ嫌だからいいって感じ。そう、レストランで使うのを探しに行って。じゃ行ってみよう。マシアヤビデオ。わあ、食材美味しそう。美味しそうなんで、これこれ。何個か買って帰りたいな。ちょっとざっと見てから買うもん決めようか。いちごや。このいちご美味しそう。いや、あっち。うまや。11高い。やっぱ結構いい値段やな。これコア？コアじゃない。マシの好きな。あ、ホワイトアスパラ。やっぱりスーパーでちゃうな。新鮮やな。あー、綺麗なブルーベリー。やん、美味しそう。わあ、見て。アーティチョークも形いい。アーティチョークなんかめっちゃ元気じゃない？元気っていうかなんか。キレキレやな。ウサギちゃん。これはこれもあれやな、美容ってこと。ビオなんやろな。ソーセージあんね。美味しそう。あんね、チーズ屋さんなんや。でもビオのチーズ。わー、ブルーロック4チーズ。チーズ美味しそう。わー、何のチーズやろ。でも、これあれちゃん。なんかあれやね、なんか教えてもらったよな、テーブルの、うん、美味しいやつ、美味しいやつやんな。おー、あ、ヨーグルトとかも売ってる。すげー。シリアル、ナスじゃないの。シリアルがいっぱい。わー、あ、これはあれや、オリーブ、オリーブオイル。オリーブオイルやな、リオのオリーブオイル。わ、今花一緒に。へえ。すごい、初めて見た。お花とかやっぱまあつくよね、ミーやし、うんうん。すごいな。わあ、ポアロ。いいポアロ。うまそう。これ何？これほうれん草みたいなやつやな。じゃないけど。こっちがほうれん草。エピナ。なんやろ。あ、人参うまそう。いいね、この形がぐちゃぐちゃなのが好き。あ、ここはもうこうやって全体的に選んで自分に入れて見せれるんやな。あ、でもここで友達がなんかあのじゃがいも買ってた気がするわ。うわー、大きい、開き切ったキノコ。これエリンギ。これ何、見て、オッカやって。何これ、なんやろな。オッカ、なんかあれラディッシュとか書いたりな。なあ、玉ねぎ。うん、へえ、美味しそう。わあ、このラディッツめっちゃなんかプリッとしてるな。ラディッツ買いたいな。すげえ、何が売ってんやろ。デザート。いや、やば、めっちゃいい匂いする。あ、キッシュみたいなとか。すごい。わあ、美味しそう。これも美味しそう。何この麺みたいなやつ。そばやん。椎茸って書いてある。椎茸。うん、そばの椎茸。すごいな、コストコ横に並ぶんや。見て、このお肉うまそう。食べたい。うわ、広。これ何？ベトハーブや。あ、こんなんなんや。に、さつまいも。あ、これいいやん、美味しそう。このラディッシュ買っていくじゃ。うん、じゃあ、袋にしようか。ラディッシュ何がいいかね。
さ、種類いっぱいあってわかんないな。あ、白菜は1キロで 5.80 か。まあでも1キロぐらいありそう。結構高いな、やっぱ。湿ってるわ。さすがやな。あ、お花咲いてんね、この子、ほら。ほんまや。すごい。時期なんかな。レモンも買ってみる？レモン買ってみる？いいよ。レモン。あ、それいいやん。お花ついてる。あー、なにこれ。食べれるの？これなんやろ。これ、なんやろな。サムいるかな。あ、これも何？これもなんかサラダ系やな。シューって書いたんで。綺麗。いいね。わあ、なんか、なんでやろ、癒されているなあ。ここに緑、緑を味わえてる。あ、これ何？これもあれ？あ、ベッドハーブや。え、すっごい。ビーツ。ベッドハーブってこんなんやねんな。ミーキクも。めっちゃすごい色。すごい。かっこいい。アノンヌって書くねんな。アノンヌ。お手前もいいよね。これマンゴー。美味しそうなマンゴーやね。これ何？これ。これいつもなんなんやろって思うんやな。めっちゃ軽いね。マロクジャフリードラキウイ。うわあ。もうもものネクタリンやね。だ。もももの季節。うまそう。え、ブルーベリー食べた。え？いいな。おお。美味しそう。いいね。わあ、いちごも美味しそう。これ高っ。13ユーロします。1500円ぐらいするんで、これ。いや、美味しそうやもん。なあ、あ、キロ22ユーロ。ビオの椎茸や、フランス産やって。椎茸買おうかな。こんなもんにしとこうかな。あ、色バレる。わあ、見て、ションピニオン。これ食べたことないな、あんまり。たまに使ってたけどな。かわいいな、綺麗な。ピカピカ。フヌイユもある。このナス形がすごいねんけど。なあ、ここだけ白いんやな。なんでなんやろな。他に浴びてなかったら。わからん。美味しそう。丸いズッキーニって、日本じゃあんま見えへんよな。好きやな、ダラのな、綺麗し。ツルツルのがいいよな、これダラの。だからもうあまりにもショッピングが綺麗すぎて買うことにしました。なぁ。いいね。あ、赤ちゃん可愛い。赤ちゃん。アンディーブ。アンディーブでサラダもいいよな。これマッシュ好きやんな。アンディーブ私は苦いから。ちょっと苦みがあって。Alors, ça vous fait 13,60. Oui. Merci, madame. Bon dimanche. Yeah. あ、見てこのナス。綺麗な。縦縞のナス。わー。すごいよね。それが食べれるっていうのがすごいよな。なあ。おたこしで印刷したみたいな見た目じゃない。な素晴らしいデザインやな。めっちゃ綺麗。あ、ちくわ。ちくわ。やっぱり。ほんまや。ああ。やっぱ値段はしっかりお値段やね。ねえ。でも買いたくなるわ。ピエドポーやってやいちゃん。豚の足やって。わあ。なんか取りかけられてる。こういう卵美味しいんかな。ソーセージ気になるな。わあ、タレゴンやね。鶏、豚とか。豚肉か。いやん、でもお肉もなんかやっぱスーパーでちゃうね。新鮮やね。お肉のコーナーめっちゃスローで歩いてた。めっちゃウケた。いやもうほら、ハラミとか。ああ、お肉。あ、ちょっとサシっぽい。あ、でもやっぱり赤身やな。うわー、鶏肉ゾーンにまたウサギちゃん。顔がある。カモや。お前顔つきや。キャナーや。キャナ。キャネットやから普通の。顔はヒルちゃんやと。うん。足の色で残ってんもんな、このもも肉。
わすごい。いやすごいね、うん、美味しそうやわ全部が。すごいね。ワインな、こういうワインってどうなんか分からへんねんな、あんまり。美味しそう。うわー、でっかーモッツァレラ。あーすごい、キロで33。はあ、わー、ビオのモッツァレラって。あ、これってあれじゃん。美味しそう、真っ黒のカバー。んビオの、あれじゃん、やったっけ、ティラミス。ティラミスかな、見た感じ。札がこけてるから分からへんわ。蜂蜜とか売ってる、ここで、お花屋さんもあるで。結構しっかりお値段。あ、これ12ユーロやで、あやちゃん、この子。あ、でもこれめっちゃ綺麗な。綺麗。あ、これ書いたらこうなんね、ほら。あ、前見かけたやつか。めっちゃ大きなのやん、モリモリ。見て、これも。ほら。ボンってなってる。こんなんなるの。すごい。すげえな。かわいい。ちょっとお花屋さんに見てみよう。前あったもんな。うん。1本で買えたらこんなん。ちょっとな、こんなモリモリはちょっと多いから。すごい。ここはあれやね、だからほら、ファームやって、ファームが来てはるんや。の直営の、言ったらあれじゃない。ほら、だってもう朝引きではないとは思うけど、もう引いたばっかしのコーラなんやな。顔つきやもん。わーお、すごい。わーお、初めて見た時衝撃的やったけど、可愛らしい。この子たちがな、押したら鳴るやつやな、これ絶対。音楽マークついてるからな。踊ってくれそう。何のジャムやろこれ。あ、メッシ。あ、やったー。メッシ僕食させてくれるって。え、うんま、めっちゃ甘いんやけど。うんま、甘い。え、これめっちゃ美味しい。美味しい。これどれ。あやちゃん、これじゃん、いちご。あ、これか。いくらやろね。美味しかったな。あった。5.7。あ、ちょっと安いやん、こっちの方が。そうなん？さっき14とかやったろ。美味しそうやな。あ、美味しいじゃぐて。じゃぐて、絶対ボン。あ、おめでとう。今日はあれやね、フルーツいっぱいやな。おー、買いましたね。フルーツ。はい。わあ、いや、パッコブレット。コース、カンベリー、アブリコ。アブリコ。アブリコ。さあ、おし。さあ、c'est du thé matcha。テベラ。あ、テベラ、抹茶。え、さあ。La même chose？ Non。Là, c'est d'autres fruits。Là, il y a du raisin。え、いいや。え、それしようか。これがいいかな。日本アンサー。え、プス、バゲットの。ユニバゲット、シルペ。わーい、メシメシ、メシメシ、おばわー、イエーイ。バンバン買っちゃったね。フルーツのやつめっちゃ好きやね。最後の最後にお魚屋さんがあった。てか、ビオの魚ってどういうこと。いや、もうだからそれはビオじゃないんじゃない。そうなんや。多分お魚美味しそう。でもあれやな、プルプないな。いいな。残念。わー、ロットでかー、美味しそう。でもダメだね。ね、でもこういつかこれ一匹買ってさばくみたい。さばいてみたい。出発はバーバーバー。お前な、さばいていくってやりたい。で、サボン？サボンズ、マッセイユだ。あー、マッセイユ。あー。なんか、え、サソンボン。ラベンダー？オリーブ。ラボンドに。あ、すごい、見て、マダムがさ、ほら、お香を炊きながら。サソンボンセックさ。ソウジュ。ダコ。ウィー。セビアン。メッシ。シュプリーズ。あの人が匂ってたんか。卵売ってる。美味しいんかな。なあ、何が違うんだろう。でもやっぱ食べさせてるものとか違うやろうしな。ファームで育てた、大事に育てた普通のプリちゃんの卵やねやろうな、あの二人の な。アロマテラピーだ。あ、ほんま。あー、ダコ。ここはリラクセ？Pour la maison, pour le son, pour mieux dormir, pour être distressé, pour
うわ、僕アンファッション。すごい。あー、どこ？ラボンです。よかったね、嬉しい。そう、探しててずっと。あー、だって全部載ってるもん。めっちゃ嬉しい。じゃあこれに買いに来たら売ってるってことやな。あー、ほら、いっぱいちゃんと書いてる。ほんまや。あやちゃん、どうしたん？ほんまや。アボカド、レモン、トマト。ほんまや。ラディッツもしてるし、あそこにもレモン。ほんまや。オレンジ。ほんまや。ちゃんと拾ってんかな。けどこれはまだ綺麗。こういうのだって全部捨てられてない。この木のやつ。もったいないよな。でも仕方ないんやろな。はい、ということで買いました。結構買いましたね。結構楽しみ食べるの。そう、いつもなんかマルシェ行くタイミングでもういっぱい材料買っちゃったとかでなかなか買ったことなかったけど。うん。今回結構買ってすごいテンション高かった。なんかでも今回は美容専門のマルシェやったからお魚屋さんがあんまりなかったね。一個だけやったな。うん、また違うなんか大きいマルシェも行ってみたいなと思います。うん、はい、うん。いい天気ですね。散歩して帰ろう。はい、じゃあねー。それでは、ご視聴ありがとうございました。オーバー。アビアント。アビアント。またねー。じゃあねー。うわ、レーズンみたいな。レーズンや。レーズンか。レーズンやったんや。あんまり聞こえてなかった。あ、でも。でも、フルーツって言ってたけどね。うん。うん。あ、おいしい。おいしい。おいしいね。これ、イチジクかな。うん。ローゼット丸々入ってる。うまい。最初のナッツがめっちゃおいしいな。うん。うん。いやー、これも楽しみ。うふふ。るかった、これ、昨日か。これめっちゃ重たいな。めっちゃ重いよな。なんなん、この詰まり具合。うん。おー。うん。どれどれ。これ、顎疲れるやつ。うん。おいしい。なんか素朴な味。なんでこんなずっしりなんやろ。すごい詰まってる。でもこのまま食べれちゃう、うん、普通に美味しい。これがビオのパンやんな。なあ、また帰ってみたい。うん。